はい、今回紹介するのはこちら SKS のスピードロッカーというものになります。ドイツのメーカーが作ったフェンダーになります。 SKS はですね、フェンダーやポンプ、あとはバイクパッキンググッズなど様々なものを作っているメーカーになります。で、この SKS スピードロッカーなんですが、フェンダーとしては結構高いですね。9800円税抜きとなっております。対応タイヤサイズは700-42C までですね。重量は合わせて 408g となってます。で、当然今映ってる 3T もそうなんですけど、ディスクブレーキにも対応してるとのことです。ツヤあり塗装っていう感じになっております。前はアルミ製でできてますね。前はこんな感じで2分割されてます。バンドやフレームに取り付けるためのラバーバンド的なものがたくさん入ってます。説明書は日本語表記がないんですけども、絵でしっかり細かく手順が書いてあるので簡単そうです。じゃあ早速 3T 取り付けたいと思います。はい、というふうに取り付けてみたんですけども、他にも付属品として、これ今何かわからないと思うんですけど、透明なテープが4つあるんですが、これを切ってここですね、フレームを保護するためのものになります。ただ私はこれは使いませんでした。まあもうグラベルロード、これ傷だらけっていうのもあるんですけども、これを貼ると、まあ稀にですけどクリア塗装が一緒に剥がすときに剥がれちゃったりとかするそうですし、フレームに接する部分は柔らかい素材でできてましたので、そんなに傷つかないかなっていうふうに思ってますので、あえてつけなかったです。グラベルロードに装着したりっていうふうに使ってる方が非常に多いです。昨年日本で発売されたと記憶してます。高いは高いなりに当然軽量化されてたりとか、素材が良かったりとか、いろいろこだわれて作られてるんですけども、グラベルシーンとかで木の枝とか草とかですね、ここにスポークとスポークの間に挟んじゃって、こう石に巻き上げちゃったっていうシーンが、グラベルライドの中で発生するんですけど、これがカチッて外れるような仕組みになってます。なので木の枝巻き込んでもフェンダーごとフレームに影響が出るわけじゃなくて、このステーの部分だけが外れるそうです。ちょっとここではやってみません。はい、ということで今日は買った商品のご紹介だけなんですけども、ロングツーリングだったりとかグラベルライドで実際に使ってみて、ズレがないだとか、あとはしっかりとね、体とかサドルを自ら守ってくれるかっていうのを検証したいと思います。今革のサドル使ってますからね、水はちょっとなるべくつきたくないっていう思いもあって、今回これを使ってみました。また数ヶ月使ったら使用感とかレビューとかはしようかなって思ってます。本日は取り付け動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。